皆さんこんにちは。週末プチグルメ手帳です。恒例の富士屋ケーキ食べ放題に行ってきました。伺ったのは錦糸町にあるアルカキット錦糸町店さん。ここ何回かスタートに出遅れ気味だったので、ちょっと早めに到着するようにしました。ケースを確認すると、最近行った中で一番の充実ぶり。がぜんやる気が出てきます。ケースには秋の新作や食べていなかったものがたくさん並んでいます。食べ放題を注文するともらう専用カードを持って希望の商品を伝えケーキを受け取ります。事前にチェックして気になっていたこの鮮やかなムースケーキやミルキーのモンブランなど一度に1人2個まで注文することができます。いただきます。いただきます。久しぶりだね。何ヶ月ぶりだろう俺。3はねたまに来てるけどね。うん、気になるから。でも今回はなんか豊作な気がする。そう、知らない商品がいっぱいあったよね。10品もあった。素晴らしいね。カップケーキシェイク。下がカップケーキね。この青が可愛いね。なんか白に映えて綺麗だよ、うん、これ上に乗っかってる餅パンなんだこれ。わかんない。柔らけえあれだ、柔らかいミルキーのキャラメルだ懐かしい味がする。美味しい。中にカスタードかな。そうだね、カスタードとホイップかね、きつね。まあ後で調べてみるけどね。いただきます、はい、下の生地がもっちもっちで上のクリームは甘すぎない。美味しそうだね、すごくね、うん、いいね。これがすげえいい匂いしてるね久々じゃない、このお供を頼むのも。気合いの唐揚げですなんかもうなんか入ってるんだよね。なんかソース的なものが入ってるね、うん、毎回スポンジなんか入ってるから、うん、ミルキーのキャンディーのキャンディーが柔らかいものが入ってるザ・富士屋さんっていう感じの。美味しそう。久々だな本当に、うん、これもねすんごい気になってた。綺麗だしねこれ。絶対私も後で食べる。うん、柔らかそう。ギコギコしないでスーッと。すごい。中にしっかり。美味しそう。ぶどうゼリーも入ってんだ。ね。いいね。あ、しっかり層になってるね。美味しそう、これ。ぶどうのいい香りがする。うん、見た目も。香りもいいっす。ね、美味しそう。美味しい。いや、それ、私も後で絶対食べる。マジか。これね、今まで食べた中で一番うまい。あ、本当。うん酸っぱいって言わないしね。酸っぱいけどちょうどいい。すげえこれ本当にうまい。気に入った。いいな。期間限定だと思うから。そう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 。もう最後くらいだよね、うん、きっとね。他にいっぱい秋のやつが出てくるから、うんうん、贅沢なフルーツケーキ。美味しそうだね。それはハロウィンないねハロウィンケーキないね。そう、もうちょっと来週からなんだよね、ハロウィンケーキ。ただ今週から続々と秋物が出てくるっていう感じ。あ、そうなんだ。いや、びっくりした。このぶどう超うまい。本当、じゃあ後で絶対食べよう。食べた方がいいよ。これね、いっぱいね、かかってるからね、どう切ればいいかしら。ああ、確かにね。うん、おいしい。パイって言ってたね。うん、パイになってるわ。下がね、パイの層なんだよね。美味しい、食べやすい。あ、甘すぎないな。いいね、これ。本当。果物と合う。女性が好きそうな、いろいろ入っててね。爽やか、すごく。うん。白タン。うん。可愛いね。まあ、ちょっと白タンが何なのかも知らないんだけど。私も。可愛いアザラシ。こっちは確か。プリンのやつだよね、うん、和栗のプリンショートケーキ、うん、白タン取ると何になるんだろうね白タン、マロン大好きえ白タンだからね。ああ、そういうこと。あ、すごい香る。カフェモカの香りがすごいする。アザラシって言ったらもう俺少年足部のさ、うん、ごまちゃんしか知らない。確かに、ごまアザラシしか知らない。鳴き声がキューキュー言ってさあ、結構弾力があるね。中がプリンだっけな、確か。餅みたいな。ね。いくそれ、大丈夫。栗。ね、めっちゃ、なんかカフェモカっぽい匂いと。モンブラン食べてるみたい。面白い。白のプリンの層がめちゃめちゃ分厚いからさ、もうちょいパンの層があってもいいんじゃないのかな。ああ、スポンジの、うん、と思わなくもないぐらいのたっぷり中身だね。ボリュームですね。父の方は、うん、これ確か新作だったような気がするな。確か中にリンゴが入ってるとかって言ってた。そうなの、ね。あ、美味しそう。中に煮たリンゴが入ってるっぽいね。本当だ。アップルパイのあれか。うん。一番下結構ざっくりしてるね。でかい。うん。チョコがすごく主張してる、一番下の。リンゴより主張してるかも。それチョコだったんだ。うん。あ、ちょっとお酒の味もするかな。酔っ払っちゃう？うん、そこまでではない。うん、美味しい。これも贅沢だね。和栗って言ってたよ。ああ、柔らかい。おや、ショートケーキの中がプリンになったって感じだね。うん、最近この上にプリンが乗っかってるケーキよく見るよね。ほろ苦でうまい。ああ、本当。ほろ苦いいね。多分上のこのプリンが苦いんだろうな。それはね、味変にちょうどいい。4個目に食べるにしてはかなりいいんじゃないですか。ちゃんとモンブランになってるし。うんうん。栗？栗です。大きいね。うん。今日はでもなんか最近見た中ではかなりいっぱい揃ってるね。うん、カリッカリの唐揚げです。大きいね。ね。これも確か新作だったかな。モンブラン？どっかのブランドの子なんだよね。まあ。うん。馬が乗ってるからさつまいもってこと？そう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 。これね、中にねごまのクリームが入ってる。ごまのクリーム？うん、それはいいね。結構ねしっかり黒ごま。ごまとさつまいもだね。美味しい。相性いいじゃん。うん、美味しい。うん。で甘さが控えめなんだから美味しい。本当は黒い。うん。プリンとか珍しくない？初めてじゃない？もしかして初めて。結構重量あるし。うん。固めプリンって感じかな。うん。あ、でもちょっと柔らかいな。あ、2層になってるんだ。うん。あっさりしてる。あ、そうなんだ。うん、その下、真ん中のプリンと上のクリームわかんないけど、ここは違うの？味の違いはわかんない。実は今週さ、うん、これ頭に切り越しもどきしてるじゃん。うん、そうなんだよね。びっくりしたけどね。靴履こうと思って前かがみになったらうっ。そう、なんか重いもの持ったとかじゃなく靴だからね。そうで、今ね左半身がすげえ痛い。昨日はすごい調子良かったんだけど。確かに。でもほら一時期なんか週ごとに病院行ってたような気がするから、何かしらの痛い。で上に乗っかってんのなんかリンゴかね、やっぱり。さっきのさ赤いやつに入っていたやつと一緒かな。うん。あれ。あ、ピンク色。そうだね、ピンク色のクリームがいるね。あ、めっちゃリンゴ。あ、リンゴなんだ。クリームたっぷりだからね。ここもクリーム、ここもクリーム、ここもクリームだから。カップケーキの上は全部クリーム。うん、美味しい。断面綺麗だよね、すごく。うん、こんな感じ。あ、可愛いね。柔らか。ふわふわです。ショートケーキが一番人気っていうのもさ、甘いのと酸っぱいのが同時に来るから。まあ、実際俺も一番好きだしな。そう、私も結局最終的には、そうなるね。うん。酸っぱい。この秋の彩りケーキって、ホームページ上に見なかったんだけど、美味しそう、すごく。うん、なんか彩りすごい綺麗だよね、クリームがいっぱいで。うん、秋っぽい色してるぜ。うん、ここに真ん中のなんか栗っぽいのがいるよね。栗のなんかね、栗物みたいなやつが入ってるね。めっちゃ芋。この上のクリームの部分がめちゃめちゃお芋だった。さつまいも食べてるみたい。それがすごいね。うん、じゃあスイートポテトか。うん、あ、スイートポテトだね。へえ。なかなかね、ヘビーな。でもね、美味しい。あ、下は結構しっかりした。あ、これもタルトなんだ。うん。これなんて見てくださいよ。後ろの方がクリームがたっぷり入ってるからそれ斜めになってる、こうずっしりしてるぜ。それね、すっごい濃厚だから私知ってるから。ああ、そうなの。うん、柔らかいよ。うんうんね、全力で濃厚でしょ。美味しい。うん、ナッツのいい仕事してますね。すごいたっぷりね。ラムレーズンソース？いや、チョコレートだと思うんだけど、めっちゃチョコレート。チョコまみれ。まみれまくってるよね。うん、すごい。この真ん中にいる黒い子はなんだろうね。巨大なラムレーズンかもしれない。ねえ。全力で下までいっぱいクリームとチョコレートと。美味しさのあまり悶絶してる？ラムレーズンはほとんどわかんない。ただチョコレートがね、すごい暴力的にチョコレートだね。襲われるっていう感じの。こうしてたものがここにあるっていう感じで。すごく果実の水分があって、すっごい食べやすいよ。そうなの？ね。疲れしてるね。うん。果物と一緒に食べてすごい美味しい感じ。酸っぱいね。私は一番最後イタリアン。満腹。いろんなものを今日食べれてよかったなと思いましたよ。うん、今日はね、なんか種類がいっぱいあったよね。うん、嬉しい。満腹すぎて鼻が出てきたんだよ。満腹すぎて鼻が出てきた。僕も。今回の結果はこちらになります。だいたい6個以上食べるなら食べ放題の方がおすすめです。じゃあごちそうさましましょうか。違いない結果になりました。美味しかったです。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。最後に食べ放題のルールですが、大人税込み3278円の60分制でドリンクバー込みになります。ドリンクバーはコーヒー、紅茶にソフトドリンクなど一通りが揃っています。今回錦糸町店では記入方法にルールがあって、記入は13時半以降、名前の横に CV とつけるようになりました。